こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあ夏競馬のお祭りレースが今年もやってきたわね。2024年の札幌記念の予想をやっていくわよ。おお。JRA は G1 にしたくない札幌記念ね。個人的には別に G1 にしてもいいと思うんだけどね。そうねー。JRA の考えもあるし、なんとも言えないけど、ローカルに G1 って地域振興という意味でも盛り上がるんだよなー。変則開催で新潟競馬場でスプリンターズステークスをやった時は盛り上がったしね。まあ、各馬主協会のパワーバランスもあるんだろうけどね。はあ、どういうことなの？詳しくはホープフルステークスの G1 昇格と大阪は G1 昇格。時々阪神カップさんって感じでこの動画でやってるから詳しくはそれを見てほしいけど、ぶっちゃけさ、JRA って株主が各地の馬主会だから、逆らえないんだよねー。はあ、でも、それなら馬券が儲かる G1 レースであれば、万々歳じゃないの？札幌馬主会も喜ぶし。あのねー、そうなると各地のローカルの馬主会が黙っちゃいないわよ。高松の宮は伊賀 G1 に、チャンピオンズカップが阪神競馬場から移設されたのも、中京馬主会は日本でも指折りの金持ちが集まってるから実現された面もあるし、確かに。あの地域の産業はものすごいからね。そのパワーゲームの中で JRA が儲かるからって言って札幌記念を G1 にすると、いろいろな利害関係者の不満が爆発するわけよ。だから慎重にやらないといけないわけ。。それも各地の馬主会は株主だからね。簡単に JRA の人事に介入することも考えられるってわけね。そういうこと。だから G1 昇格の要件を満たしたからってそうそう G1 昇格なんてできないわけよ。なんちゅうことなの。ちなみに馬主の闇ってのはこんなもんじゃなくて、各馬主協会の上位組織とも言える日本馬主協会連合会。この機関は各馬主協会に JRA から分配されたお金をどの福祉事業に回すか、ということを決定する権利を持った時期があるんだけど、過去の某会長はそのお金を自分の関係する臓器移植の団体に流していたりと。まあすごいことやってるからね。おお。もう。でもこれ、札幌記念の予想動画でしょ？にっこり。予想の前に競馬ゆっくりは競馬の週末の予想やレース解雇、たまに真面目な競馬動画を出すチャンネルです。ぜひチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をしないと新しい動画がおすすめに乗りにくくなるのでぜひお願いします。ってことで、札幌記念の予想だけど、条件は定量戦で3歳馬はいないから、小馬同士の平等な金量でのガチバトルね。舞台は札幌競馬場だけど、それはどう思うの？今回は去年と違って雨が降るわけでも残るわけでもなさそうだから、両芝適性はそこまで気にしなくていいかも。まあ、あった方がいいと思うけどね。おお、それよりも問題は2つ。開催5週目の札幌競馬場と札幌競馬場の2000メートルのコース形態ね。今週から札幌記念は A コースから C コースへ一気に変わる。これによってかなり馬場の傾向は変わる。A コースの先週でも打ちが良かったけど、さらに馬場が良くなる。つまり、内枠の先行馬は有利ってわけね。そうね。ただし、このコースはスタートから1コーナーまでの距離が約400メートルと長いし、今回はフルゲート16頭だけど出走頭数12頭と手頃な数、あんまりごちゃごちゃした競馬にはならなそうね。ただ、そうなると、目に火をともしてとにかく逃げる馬が何頭かいないとペースが落ち着きやすくなるとも言えるわけね。今回はアウスバールが先手を取ると思うけど、結構穴馬としては面白いわね。どうだろう。前走は54キロのハンデが効いたと思うし、今回は58キロと相手関係がなぁ。おお、ただし、どうしても逃げたい馬はこの馬くらいだし、あとは控えて競馬したい馬ばかり。ペースは落ち着くんじゃないかしらね。スローペース想定ってわけね。そうね。芝もいいし、両馬場だし、プログノーシス1強なのは事実だから任すにはノーマークで速くないペースで逃げて逃げ切り、もしくは先行勢のちょい差しか、それかスローペースで流して1段で3コーナー周辺まで行って、
前に余力がある状態で最後まで伸びて、プログノーシスは大外回さないと進路がなくて差して届かず、こういうプログノーシス敗退プランが考えられるわね。おお。ってことは競馬ゆっくりはプログノーシス敗退の予想なの？まあ、前馬からマークされたり注目されて負かす対象の馬であるというのは確定ね。だから逆に言えばアウスバール以外はプログノーシスが動けば動くしかないし、プログノーシスが動かなければ動かない、そういうレースになると思う。つまり、プログノーシス次第でどういうレースか変わってしまうってことね。おお、で、札幌競馬場なんだけど、競馬ゆっくりもローカルの競馬場で小回りという頭があったんだけど、実は正方形に近い競馬場でコーナーは距離があって比較的緩やか、スピードが落ちにくい構造。逃げる馬がビュンビュン行くとコーナーで減速できないから、すぐ沈んじゃうわね。直線は260メートルちょっと。絶対的に向こう上面から3コーナーあたりで仕掛けないと間に合わない。それもペース次第では前の馬がなかなか垂れてこず、大外を回る羽目になる。それも今回は A コースから一気に C コースに変わった投手。うちの馬場がいいからこのコースロスはかなり痛いわね。だから、2ハロン目が 10.8 秒くらいで1000メートル通過59秒台前半から半ばまでのミドルからスローペースで流れる。で、みんなが目の敵にするプログノーシスは早めに向こう上面から行くと思うのよね。鞍上の川田優雅もどっちかというと前に厳しい競馬をするタイプだし、今回は絶対に勝たないといけない。コース代わりも加味するとプログノーシスの客室的に早仕掛けは必須。これでプログノーシスは差し切れるのかどうかってことね。でも、僕買うんですよ。本命で川田優雅とプログノーシス買うんですよ。はぁ、高橋がなり？絶対的頭かといえば展開と内枠に引きとも言えるコース代わり。外枠スタートで後方待機という客室はかなり不利がある。もしかしたら出していくような競馬もしそうな感じもするけど、出走メンバーを見てくれよ。悪いけど、この馬は G1 を勝っていないけど、負けるようなメンバーですかね？は？それに海外遠征で香港の洋芝にもフィットしているし、札幌の洋芝も合う。まあ、両馬場ならそこまで適正とか言わなくてもいいしね。おお、ここは悪いけど、どんな振りでも勝利が求められる馬だし、そういうレース。ここで負けたら川田優雅は自称九州男児の玉なしよ。ここは絶対的頭で抑えるわよ。単勝はオッズ安いから買わないけどね。川田優雅の九州男児のアイデンティティと金の玉をかけたレース。対抗はブライレイで、ブラックナイト藤岡よ。はぁ、ダートのエルムステークスからの異色のローテ？そうね。まず内有利の馬場で1枠1番の高枠発進はとてつもなく有利。雨が降ればさらに良かったけど、今回はスピードがヤシバブレンドやヤシバの馬場より殺される洋芝のみの馬場。この馬に馬場はあんまり関係ないし、そういう意味ではマイペースに走れる馬。とにかく速い時計にはついていけないけど、ペースが落ち着いて自分のペースでいければワンチャンある。しかもプログノーシスが早めに仕掛けても慌てずに仕掛けを遅らせることができれば2着、3着なら十分にあり得る。鞍上は藤岡雄介。この騎手は折り合いなら120点出せて、馬上から消えることができる騎手。頭は無理だと思うけど、ここは2着で習得賞金も積みたい陣営の判断もわかる。勝負できるわね。おお、ターン穴はシャフリアールね。この馬は洋芝適性は海外での活躍からバッチリ。貯めればダービーや2着のジャパンカップみたいに切れる足が使えるし、今回はスローペースになって5ハロンや4ハロンの持久力戦にプログノーシスの早めの仕掛けでなる可能性が高い。そうなった時に鞍上の竹豊がシャフリアールを昔みたいに後方待機させての爆発を狙うのか、前につけての安定した小馬になってからの客室で競馬をするのか、どちらにしてもこのメンバーでは能力は折り紙付き。個人的には4枠4番の内枠だし、道中はスローになって前で楽に内に潜り込んでコーナーもタイトに回って、ダービーの時のような末足を繰り出して押し切ってほしいわね。プログノーシスを倒せる決め手と枠、今回すべて揃っている。
頭を崩すならこの馬しかいないと思うわね。おお。もう一頭のターン穴評価はジオグリフね。この馬はダートを使っていたけど、芝に戻して徐々に復活してきたわね。今回はスピードが出にくい洋芝。できれば雨が降ってほしかったけど。マイルの安田記念でも上がりはそれなりだけど、マイルの1000メートル通過 58.4 秒についていっての6着は非常に価値がある。Cコース代わりの内枠の先行馬有利の2枠2番は確実にいいし、プライレーでの上位互換だと思うわね。あれ？じゃあどうして？問題は横山武史ね。どう乗ってくるかまるでわからない。前に出していって今までの競馬をするのか、溜めて大外回すのか。この機種にはそういうリスクがつきまとうからね。おお、多分横山紀弘と一緒で馬本位のふわっと抱いて最大能力を発揮するような競馬したいんだろうけど。それをできたからって言って競馬に参加しないと勝てない。そういうところで。この機種は不安。だから印は落とさせてもらったわね。たけし、これで出揃ったけど。買い目はどうなの？正直。プログノーシスが勝つだろうからプログノーシスを頭固定でブライレイで、シャフリアール、ジオグリフへ3連単フォーメーション6点でバチコリよ。おお。随分硬い馬券ね。これ以外買えないわね。やっぱり G1 を買っている馬はそれだけで能力が高いしね。でも、穴馬とかいないの？あるとするならプログノーシスの早い仕掛けを前のブライレイで、ジオグリフ、アウスバールが速攻で気づいて、一気に全体のペースが上がるというレースになった場合のみ。穴馬が台頭するけど、そうなった場合来るとしたら上がりをとにかく使える馬。正直そういう馬がいないんだけど。唯一の牝馬で金量がマイナス2キロのモズゴールドバレルはワンチャン副賞で持っておく分には面白い。スローで一気に流れが変わってもついていかずに仕掛けどころを遅らせられれば府中で上がり 32.5 秒を出せる末足は持っている。その場合台頭する末足があるのはこの馬だけね。競馬ゆっくりは買わないけどね。おお。じゃあ、なんで他の馬は切ったの？まず絶対的な人気を吸う出しはボッケリーに。浜中すぐるには申し訳ないけど。どうやっても来ないわよ、この馬。さあ、どういうことなの？いくら札幌記念がスローで流れると言ってもこのペースはボッケリーニについて言えばかなりのペース。この馬が中距離で台頭するにはもっと緩いメンバーで緩いペースじゃないといけない。また、確かにプログノーシスが早めに仕掛けて持久力勝負になる展開にはなるけど、コーナーが緩い札幌ではコーナーでスピードが緩まないし、ボッケリーにはスピード負けすると思う。それも3枠3番だけどペースについていくのも少し難しいから逆に内枠がアダになる危険もある。人気を吸う出しとして美味しい馬券の隠し味になるわね。おお、ジャックネイトもボッケリーにと以下同分ね。それに佐々木大輔はきつい。騎乗技術はあるが判断が悪すぎる。プログノーシスの出方を考えて乗らないといけないレースでこの機種の判断は信じられない。辛辣ねえ。トップナイフは雨が降れば。ね。今回は両馬場でやるだろうから決闘的に洋芝が良くても絶対能力でねじ伏せられそうな気がするわね。ステラベローチェも決闘的に洋芝はいいんだけど。この馬も長期休養明けから末足を生かす馬から前に行く馬になったし。そうなるとどこまで頑張れるか。それに外枠も痛いし。内枠なら。って感じかなぁ。おお。スタッドリーを任して AJCC を買ったノースブリッジはどうなの？香港のクイーンエリザベス2世カップ3着。安田記念のロマンチックウォリアーとプログノーシスの3着よ。間違いなく洋芝は合ってると思うし、構想は可能だと思うけど、大外枠なのが辛いわね。この馬も内枠ならなぁ。って感じの馬、雨が降ったり、時計がかかる馬場で内枠なら、って感じなんだけど、洋芝の両馬場では少し辛い、スピード負けしちゃうわけね。小回りの競馬場ならまだわかんなかったんだけどね。札幌のスピードが落ちない競馬場は部が悪いわね。おお。以上で2024年の札幌記念の予想を終わっていくけど、今回はやっぱり G1 を買った馬たちとプログノーシスとその他の馬で実力が乖離しているからね。定量戦だし能力通り買えばいい。
これでプログノーシス負けたらマジで許さないぞ。は？さすがに負けないよな。最近外しすぎて怖いんだよ。北海道スプリントカップなんて外しようがないのに外しているからね。逆神経を極めてるわね。でも、今回は自信あるわよ。どうやってもプログノーシスそんな変な競馬しないわよ。大丈夫なのか？本当に大丈夫なのか？皆さんも競馬ゆっくり無能番で勝利の快感を共に味わいましょう。ベラジュン吉田カットイン。もうね、平和の台の青保有ですわ。それ通常保有じゃねえか。は？以上になります。高評価ボタンチャンネル登録お願いします。それでは。